んばんは。こんばんは。はい、というわけでですね、皆さんどうもありがとうございました。今日の13時59分かミーも来てずっとドボンやってて、でね、仕事がね、全然行くとかじゃなかったくてリモートだったので20分ぐらいで終わったんですよ。だからめっちゃ早く終わって、もうそれ終わって速攻でもう13時59分までずっとドボンやってたんですけど、なんかドボンのこれ多分決定だよね。公式が挙げてるってことはミーが9位で入ることがねできます。9位だよね、合ってる。ありがとうございました。いやもうなんか最初ちょっとやばかったんですよ。でやばいってなったんですけど、皆さんが本当にもう眼精疲労やばいんじゃないかっていうぐらいきっとドボンしてくださって、あとは私のファンじゃない方が、まあ私のね、もうそう、私のファンの人以外にも私のなんだ協力をねしてくださった方々がいらっしゃって、あ、ニキオさん本当におめでとう、全力でアイドルを見せてね、だってありがとうございます。まあ何やるか何も知らないですけど、まあ私はねアイドルやってる限りいつもステージ上では全力でアイドルやらせてもらってるんで、久しぶりに少人数かな、まあね楽しんでアイドルやりたいなっていうふうに思っていますの、2月まだ先なんで、あと2ヶ月後ぐらいですかね。結構忙しい時期だと思うんですけども、新公演もあるしね、ピアリーナもあるし結構忙しくなるんじゃないかなというふうに思っています。なんかセットリストとかなんかやるやつとかどういう風に決めてるのか、私参加したことないからちょっとあんまりよく分かってないんですけど、個人的に楽しみにしています。なんかSNS って見るんですよ、そういうなんか何々やらせてもらいましたみたいな、だから多分そういう感じなのかなと思ってちょっと楽しみにしています。ちょっと何も分かんないからあれですけど、まあとりあえずねもう楽しみにしてるっていうところでいきましょう。いや本当にね正直ね、なんかやばいかなって思ったんですよね、結構。だけどいやもう本当に、最後なんか今まで結構なんかあ入りそうじゃないってなって、で入りそう結果入らなかったみたいなのが多すぎて、なんか今回は初めてではないかもしれないですけど、ちゃんとなんか何て言ってんだね、ちゃんと入りましたみたいな感じだったので、個人的にすごく本当に私マジ最初の方本当に舞台でリアルになんかちょこなんかその舞台ない時とかは朝の3時間とか仕事行く前の3時間とかできてたんですけど、もう舞台の時はさもうそれが
何もできないからさ、何十分電車での通勤の何十分とか帰り道の何十分とか、なんかそのちょこちょこ10分10分10分みたいなのしかできなくてさ、何時間みたいなのができなくて、まあでもできる時にはその夜の何時間朝何時間みたいなやってたんですけど、ちょっとね最初の方が全然ねあれだったし、まあでも基本何事もみんな後半がやっぱりどこのファンの人も追い込みかけてくるじゃないですか。でも今回は意外に追い込み厳しいって思ったんですけど、前ほどだったね。前はなんかもう本当に厳しいとかっていう問題じゃないけど、なんかもうできないみたいな、もうレッスンがあーみたいなこと多すぎて、そうあれだったんですけど、今回はね、なんか一瞬やばいかなと思ったんですけど、仕事がめちゃ早く終わったおかげで私もめっちゃできてよかったです。でもね、でも私あんまり私のファンの人と当たらなくて、あ、しんどさんドボンライブしておめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、イエーイ。そうだからなんか私結構朝から昼までずっとその間の仕事の20分ぐらいできなかったんですけどやってたんですけど、なんかね、そうあんま当たんなくて、ちょっとね残念でした。なんか私はめっちゃ当たったのはゆきりんさんのファンの人、あやみんのファンの人とね、ゆきりんさん、あやみん、うんと、はるぴょん、ここはね結構当たりました。あやみんのファンの人とゆきりんさんのファンという人はダントツで当たったね。むちゃくちゃ当たりました。私のファンの人はちょっとしか当たらなくて、そう、あとね、でも私メンバーにも当たった、あやみんに当たったとゆきりんさんにも当たったんですよ。すごくない？生ゆきりんさんとドボンしました。いいでしょう。ゆきりんさんとね当たったんですよ。そう、あやみんとも当たったし、ゆきりんさんとも当たったし、そう、え、だからさ、私さ本当にさゆりなのファンの人と全然当たんなくて、なんかゆりなのファンの人にゆりなちゃんやってないんじゃないこれって思われてないかめっちゃ心配だったの。うちずっとやってたのよちゃんと。だけど本当にゆりなのファンの人と当たらなさすぎて、なんかこれゆりなちゃん当たらないからさ、ゆりなちゃんやってないんじゃないどうせみたいな、思われてんじゃないこれと思って、そう、なんかちょっとヒヤヒヤしたし、なんかドボンとかされすぎて得点があんま伸びないわけじゃないですか。あの累計なんちゃらもさ、そのなんかね上がったりとかドボンとかするとさ増えるけどさ、最下位だから200ちょっとしかないじゃん、あれって絶対増えないじゃん。だからさ、なんかさ、ゆりなちゃん全然増えないしさみたいな、ゆりなちゃんやってないんじゃないこれどうせみたいな思われてんじゃないかなと思ってめちゃくちゃ焦ったんだけど、めっちゃやってんだけどなーとか思いながらでもそういう、でも確かにそうかもって思った。確かにそうかもっていうのは、私結構そのやってたけど、そのハルピョンとユキリンさんとアヤミンのファンの人にめっちゃ当たってたの。でも逆に上位のそのユイユイとかナルとか、なんかあの辺のファンの人とあんま当たんなかったのよ。だからその多分ドボンをするタイミング、あれ4人じゃんプレイ数って、でうち入れて抜いて3人じゃん。だから多分、まあ、シンプルになんかタイミングの問題だよねって、そう思いました。そう、結局
っていうね、ふうに思いましたわ。そうそう、だって私全然当たらない他のこの14位以内に入ってるファンの人とか結構いたんで、まあタイミングなのかねと思って。逆にもう一定のファンの人と、一定のファンの人、一定のその推しのファンの人めっちゃ当たったりとかしてたから、そうそうそう、多分一試合のね尺も人によって違うじゃん。だからそういうことだなってほんと思いました。いや嬉しいな、何の曲やろうかな。楽しいですねコンサート、ぜひ当たってほしいな。どこでやるのかわかんないけど、ドボンのランキングってこのランキングの順位の立ち位置だよね多分。そうだよね、序列って。あ、じゃあ9番目だったらまあまあいいじゃん、真ん中だから。なんかな、絶不感、じゃなかなかいいんじゃない、ポジション。うん、14分の9でしょ。まあまあ半分ちょっと下ぐらいだから、まあいいんじゃない、わかんない。私ドボンのやつは今回初めてだから、なんかどういう感じなのか全然知らないんだけど。そう、全員目立てるだって。あ、16か。あ、じゃあ2区18だから真ん中ちょっと下だ、ちょうど半分じゃん。だから、あ、いいじゃん別にね、いいんじゃない。普段私が普通にパフォーマンスするより多分ポジションはいいと思うよ。いいんじゃない、いいんじゃない。ねえ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 、あ、呼んでない呼んでない。ね、そうですよね、楽しみですねみんな。いや本当にありがとうございます。なんかマジで本当みんなさ、私、いや私は確かに この月はねありがたいことに別にニート生活してなかったんですけど、みんなもうちゃんと仕事してるわけじゃないですか。その合間を縫ってねドボンたくさんやっていただいて、なんかもしかしたら、もしかしたらなんか行きたい何かを削ってか、見たい何かを削ってかもしれないけど、まあ見ながらはできるかだけど、なんかね大切な時間使っていただいて、ワンちゃん仕事最中やってる人もね多分絶対いたと思うんですよ。いやーマジ上司に怒られなかったかな、大丈夫だったみんな、何やってんだゲームかって怒られたらもうともね。私もさ、あんまりゲームやらない人間だからさ、みんな一日さ何時間もさ、朝起きてさ、朝起きてこういう目で子供を やるのよ、一日の始まり。なことしないからさ普段、そうすごいね新鮮。そう、そう普段ね私ゲームを本当にあんまやんない人間だからさ、一日何時間もさそのゲームやるってさ
ないからすごい新鮮なそのドボンイベント期間でした。寝るこうやってさ、寝る直前までこうやってドボンやっててさ、なんなら若干ちょっと寝落ちした日もあるんだけどね、ごめんなさいだけど疲れすぎてなんか寝てなんか気づいたら気づいたらなんか寝落ちしてたみたいなね、あったんですよね。ちょっとすみませんですけど、でもね、日付変わるまでゲームとかもう24年生きててさ、こういうイベントがない限り本当にない。ちっちゃい頃からもだってゲームは1日1時間とかじゃん。1時間どころじゃないよみたいな話じゃん。そう、だから本当にね、こういうひどいやつがないと本当だって、もう1日の半日で充電なくなるもん、ドボンやってるとね。なんかさ、半日で充電なくなんない？もう30とかでさ、充電してさ、家の中だったらいいんだけどね、外の時ねめっちゃね、はぁーってなるんだよね充電がーってオーマイガね、面白いよね。お、ナーラブさん、待って待って、でもナーラブさんのやつ立ってないんだけど、ナーラブさんが2万 G の望遠鏡を持ってるクマさんタワーくれたんだけど、ありがとうナーラブさん。でもそのクマさんタワーどこに立ってんの、これくれたのにさ、全然こうビジュアルに反映されてないんだけど。ナーラブさん、2万 G タワーありがとう。だってナーラブさんさ、ドボンイベントにもめっちゃ絶対素晴らしくさ課金してくれてるだろうにさ、ありがとうございます、ありがとう。だけど私のビジュアルに反映されてないのはどうして？こういうなんか今コメントのさとこでさ、こうナーラブさんの2万 G のさクマさんが流れてきてさ、あれ？って思ったの。でもビジュアル見たらない、なんてことパンナコッタ、ギャ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 ーン、かぶってんのかな、どんかぶりしてんのかもね、もしかしたらマカブリ説出てきてるよね、これは。カナピーカナピー、みんなは見えてんだ。じゃあゆなだけか。がん。じゃあゆなね、今から皆さんとねドボンをしたいと思います。いやもうやりたくない、みんな。みんなやりたくない？なんかせっかくドボンを皆さんが頑張ってくださって私9位に入れたから、なんか今から時間何分と何分と何分って決めてやったら、その何分00秒って決めてやったらさ、まあ対戦4人だから3人しか当たらないんだけどさ、なんか当たる確率増えるかなと思って、なんかお礼配信だしと思って、なんかみんなとその今回全然当たんなかったからさ、なんか知らんけどみんなとなんかめっちゃうちもやってたんだけど、なんぜかみんなと本当に当たらなさすぎてあれだったので、なんか時間分の方でね、そのドボンイベント期間はさ分じゃなくて秒でさ、もう数打ち当たるみたいな感じでやってたんだけど、なんかの方がなんかちょっと嬉しいかなみんなとかちょっと思ったんだけど、もうやりたくない、そもそもちょっともういい、やりたい、じゃあちょっとやりたいって思ってくれてる人とハートがあるよっていう人だけで
やりましょう。じゃあちょっと今から何分何分何分ってツイッターに書くからね。とりあえず19時今が34分だから19時35、636、42とかで46とか適当かな。19時46とかで19時50で19時55じゃあ5回ね。すべて00秒でやります。よし、とりあえずね、ツイッターにね秒数は書きましたんでツイッター見てください。一発目はあと30秒ぐらいで始まるんで、皆さん36分なんでね、これタイムラグがあるから届いてんのか届いてないのかちょっと分かんないけど、ゆりなちゃんのやつがぶっ壊れました。グググ何の時計でやってんの。だっていけた。いけました。ちょっと待って、じゃあ携帯の世界時計で時間を見るわ。うちのこの電波時計なんか信じてくれないから、みんなちょっと検索時計で かけるわ。ちょっと待って、時間、よし、この JST でやるわ。ジャパニーズ時計で。はい、次はみんなあれだからね、次は42分だから、あと何分後だ、5分後ぐらい、ちょっと計算できないけど、みんなも同じのにした方が一緒かも。なんちゃらクロック、なんちゃらクロック、もう眠い。もうちょっと、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 
38分だ。45分って言ったっけな、自分。42分でした。ものすごい不規則な時間間ですよね。うん、なんか計算できなくて適当に書いたの。なんかいい感じに間空いてるといい感じかなって。6445って何ですか。なんかわかんない、なんかいい感じに間空いてた方がいいかな。42やったらまだまだ、42まだまだやで、まだまだよ、まだ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 、今39分だからあと3分ですね。カップラーメンが出来上がってしまいますね。カップラーメンができそうですよ。あー、遅れてるっていうか、多分シンプルにショールームのタイムラグだと思います。なんで自分の時計信じた方がいいよ、マジで。このねタイムラグで基本ずれてるから。あと2分、あと2分。じゃあここで私がタタタ、はい。ゼゼ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 タン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 。あと30秒。タタ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 、はい、6。気が抜けた。あと20秒。歌番組で歌いながら尽くしてるのかな。ドドドドドド茹でる時。あー来るよー、どう。鼻がムズムズする。なななななな。かわいいよね。今日は来てるかな、来てないかな、探してしまうの。目と目があっても微笑むしかない。他の誰かにバレちゃったら、あっという間にスキャンダル大炎上。はいはい、アイドルなんかじゃなければただ好きだと伝えられるのに、初めての切なさ、どうやって隠せばいい。これでいいのできないの、これ隠せばいい。もう全てを捨てたデート、あと少し浮き
アロンアルファでくっつけたら。ガールはステージ飛び降りて普通の子になってた。あー、髪使うかな。終わっちゃった。次何分だったっけな。46分だ。あと2分です。あと2分、うん、何十秒ぐらい。レタータータータじゃーん。トゥ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 5、6、7、8。歌番組で歌いながらカメラの向こうをあなたにサイン、みたいな。なあなあなあのウィンクをしたけど見ててくれたかな。私の部屋に遊びに来てほしい。他の誰かに。え、違うな。なんだっけ。私の部屋に遊びに来てほしい。手をつないで歩きたいけれどちょっと音程わかんない。パパラチたちがあとちょっと、あと30秒。ほらずっと狙ってる。せえだけどアイドル違うな。はい、あと30秒ぐらい。だけどアイドル、ちょっとマジな歌詞なんだっけ。やめられない、あなたは分かっているのね。応援してくれてる、ファンも裏切れないの。もしもララ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 、みんなの前で堂々とキスができるような普通の子に。あと10秒。なれ、あんなにも憧れてた。歌って踊れる日々よ。ちょっとね、すべてにおいてね、ふわりがふわふわなのよ。なんでか武道館でしかやってないから。なんかみんなみたいに劇場とかでもやってないのよ。焦がれてた、歌って踊れる日々よ。燃えるような恋をしてみたいけれど今じゃないってきっと神様が言ってるわ。このわー大好きユリナ。なんでか知らんけど、アイドルになってよかった。卒業すると聞いたい、絶対それまでは誰も好きにならない。トゥド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 ゥセブ、え、アイドルなんかじゃなければ不備、好きだとずっとられるのに首。愛それ、愛それ、愛それ、愛それ。これはできんのよ、全然余裕。でもさ、めっちゃ難しかった最初。オットタクシーの時に私マジで一回もやってることなくて、ちなみにフリーで参加してなくてですね、ゴリゴリに参加してなくてですね、本当にね、振り起こすのしんどかったです。セブエイアイドルなんかじゃなければ好きだと伝えられるのに、初めての切なさどうやって隠せばいい、もうすべてを捨てた、あっていた、あ、はい、手首だった。あと少し勇気があれば。でもイナもね、全員ファンの人だよ。イナが今当たった人。次は50分です。あと2分ほどですね。インエニウェイ歌いたいけど、インエニウェイかしか、インエニウェイこそ1回しかパフォーマンスしたことないからな。ドゥンドゥン、振り忘れたし。
ドゥーンチュイーンドゥーンドゥ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 ワンツースリーフォーファイシックスセブン忘れた何だっけワンツースリーフォーファイドゥーンドゥ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 スータタあやばい全然覚えてない何だっけなスータタあと1分ぐらいスータタうんならないよ孤独タンタタ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 ンタンタンツッタツッタタンタンタンツッタツッタあと1分弱ですよタンタンタンチャンチチチさっきアイドルなんかじゃなかったら歌っちゃったから全然イウェニウェの歌詞出てこないやタタタタタタタ全然出てこんし振りも全然出てこんしあと15秒やしタッタッタン間違えた50秒で押しちゃったわタッタッタン嘘でも過去にしてしまえ記憶なら忘れられる僕だけ傷つけばよかったのかあなんか全然ユナのファンの人じゃないかもしれんけどでもこれ協力してくれた人かもしれへんしとりあえず手をいっぱい振っとくわでもユナの推しの人もいるからイエーイヤッホー嘘でも過去にしてしまえ記憶なら忘れられる僕だけ傷つけばよかったのか今でも何も変わってない言いながら全然振り出てこんわやば過去をつけてるだけさあ分かってるよ私のファンの人もいるよ分かってるよ私だよだってあ分かってる違う違うその後の2人なのよこのミーヨンさん推しの人とあの愛理ちゃん推しの人がねなんかあのいや協力してくれた人かもしれんけど私のファンの人じゃなかったっていう言うだけなんですよ、ね、もちろん分かってますよもちろん分かってますよだってこれどう見てもそうやんゆいなのカードやしゆいなちゃんのこのあれやしインエニエは何にも覚えてないことに自分がびっくりしてるわだからもう本当に眠い中なんか超夜遅くに振り入れしたからなこれ50分やったから次55分ラストだ55分あと3分後なんかねー僕隊出る予定今んとこないなんか僕隊公演僕隊公演さびっくりするぐらい衣装若いんだねあのすごいびっくりしちゃったユリナあんなまあそらそうだよね昔の AKB って感じだったけど衣装はいやなんかびっくりするぐらいあの衣装が若くてびっくりしためっちゃ制服みたいな感じだしめっちゃ若いっていう感じでもゆりながやるんだったらさ何が一番似合うと思うゆりなちゃん的にはやっぱりあれだと思う愛しさのディフェンスそうでもな多分なんかね曲を本当に知らなさすぎ問題がすごくてごめんなさいだけど
なんで糸下のディフェンスもね、正直あの歌えないんですよ全然。1から覚えるところから始まるんだけど。あと1分15秒。そう。そうなの。あとさ、でもさ、私本当に振り起こし苦手なんだよな。なんか1週間で覚えられるかって言われたら、1日あのあれ何曲あるっけ、僕隊って十何曲でしょ。でフル尺じゃん。で正直ごめんなさいなんですけど、本当に歌が分かんないの、私全然歌が分かんないの、曲が多すぎてってなるじゃん。1日3曲ぐらい確実に覚えていかないと間に合わないんですよね。となりますと大丈夫かなっていう話。ビバハリケーンと僕隊と、あとね、なんだっけな、ビンゴかは知ってるんですけど、おみんなユリナのあれじゃない、あ大西ファンだ、協力してくれた大西ファンの人じゃない、もしかして。ありがとう。夕日を見ているかは歌は知ってる、でも振りとかやったことない。そう、でも基本フルはね全部やったことないのよ、大変申し訳ない。ワンハーフワンハーフワンハーフね。そうだからな、ちょっと歌をな、てか覚えるのが本当に苦手だって。ゆりな、正直に言うと、あのサムネイル公演シンポジ覚えてくださいって言われて、1週間ぐらいかだったんですけど、それでサムネイル公演でさ、サビとかは基本まあサビまあ違うのもあるけど、まあまあ一緒じゃん。でも1週間かかったからね、立ち位置と歌と、立ち位置と歌とダンス覚えるのに完璧にちゃんと覚えれるまでそれだけかかったからさ。そう、これ全部あ終わっちゃった、ありがとう。全部ってなったら多分ね1週間でして 100% 足りないんだよね。それがちょっと怖い。なんか中途半端でステージに上がるほど嫌なものはないからさ。ちょっとで終わる。あ、でもあと5分はかかるわ。もう終わるけどな。あ、やばい。やばい。画面開いてあげる。ああ、ごめん。さあ、よし、でもそろそろ終了にするね。ありがとうございます。じゃあこちらで、え、これ見えるんかな、ドボンランキングのやつ。ちょっと待ってね、でそれをね言いたいんだよね。あ、見えるじゃん。あ、間違えた、違う人開いちゃった。見えるじゃん。よしじゃあ今からこちらを読んでいきたいと思います。いきまーす。100位ライトさん、99位松ぼっくりさん、98位ポンゾーさん、97位ルイ、アトマークルンバニアさん、96位フリーフィーバー1120さん、
95位聖御前さん、94位サイヤさん、93位ピースさん、92位マッコンさん、91位カモノハシさん、90位 KOR2 ユリナさん、89位ハレンチ2さん、88位マボロシさん、87位トクトクさん、86位タケちゃんとマーク大西軍さん、85位花坂天使てんてんさん、84位トランキーロさん、83位マックセイトさん、82位アーさん、81位ケンジさん、80位サザンウィンドさん、79位シルカとマークユリナーさん、78位リャンメンスクナさん72位タマさん、76位チョコツーさん、75位イアリさん、74位アキタアトマークマリナイムさん、73位バーニャニャさん、72位モタザルモノさん、71位ハッさん、70位パチコちゃん、69位ヤーちゃん、68位聖天天使さん、この漢字が読めないね。67位ゼニガタテンテンさん、66位クンホンさん、65位オックンさん、64位ユリナさん、63位ミツバさん、62位スズムシさん、61位アリーさん、60位マーボーさん、59位パヤピさん、58位風のむくままさん、57位ゆくよしさん、56位トモさん、55位ハルタロウさん、54位ジジイリッチさん、53位仰天系推しさん、52位うどんさん、54位ヤッツさん、54位アトマクイリナさん、49位ノブチカさん、48位ヒロピロアトマクイリナさん、47位チームメイトさん、46位カーズアトマクイリナ推しさん、45位ローズマリアトマクイリナさん、44位 W リュウセさん、43位ゴクアトマクイリナさん、42位ウォーターさん、41位抜きの骨付き鳥さん、42位エルシューさん、39位シュガーさん、38位テンさん、37位君の目アトマクイリナさん、36位トシさん、35位ヤングさん、34位 KOR1 ユリナさん、33位ウンタさん、32位食べ過ぎ飲み過ぎさん、31位レントンさん、32位キヨさん、29位ハルナさん、28位マサト再スタートさん、27位テンテコマイさん、26位アキンのカズさん、25位ヒカリハクヨクさん、24位ピアノマンさん、23位ナッティさん、22位マーニャンアトマクリナさん、21位チメイトシさん、21位のさん、19位わたし、18位みつなじさん、17位なおやさん、16位からちさん、15位つっちーさん、14位みごんさん、13位かりさん、12位天かすさん、11位あき秋風がゆうかわさん、10位しんどさん、9位 SS さん、8位ゆうだいさん、7位しんさん、6位ロバさん、5位ピアットマークリナーさん、4位ババちゃん2世さん、そしてあれこれ違うって、あれ違うって、これ間違ってるよ、だって何読んでんだろう。じゃあおしめイベントの方読んでるね。あれ？なんか昨日とだいぶ人変わったなって思ったんだけどさ。あ、過去のイベントの方見ないといけないじゃん。え？見れないんだけど。え？見れないんだけど。え？見れない。だって7位までしか表示されてないもん。え、見れないんだけど、ユリナいないんだけど。え、見れないんだけど、うち。あれ、なんで。え、やばい、もう20時過ぎちゃったし、しかもじゃああんなに必死に読んでたのに、しんどっ、見れないし、なんで？道理でなんか昨日、一昨日か読んだ人とさ全然違うなと思ったんだよ。
え、てか見れないんだけど、なんで、え、見れない見れない、違う見れないんだよ。え、だって7位から下がんないんだけど。過去のイベント、あ、こっちだこっちだ、え、あったあったあった、あ、来た、やっぱ1位ナーラブさんだと思った。え、待って、毎回これ100位から読むのかしんどい。まあいいや、いきます。100位うどんさん、99パチコちゃん、98ゾーロさん、97ローズマリアットマークゆりなさん、96ゆりなさん、95レオさん、94ババちゃんにせいさん、93マースマ MANSELL さん ちょっと待って、もう目ん玉がかすんできちゃった。ちょっと待ってよ、どこまで読んだっけ。で、97メルさん、91コシちゃん、90びっくりさん、89ガリさん、88長澤さん、87テンテンさん、86テンテンリンネさん、85ヒロヒピーノキオアトマクリナさん、84タコさん、83香港のジェイソンさん、82マボロシさん、81テンテコマイさん、80行天ケオシさん、79カトケンさん、78テンカスさん、77マノジャクさん、76ヒサガさん、75サヌキの骨付きゼルさん、74ザガードアトマークユリナさん、73チームメイトさん、72カモノハシさん、71ポンポコさんと岡部リンさん、70アキタンアトマークマリナ M さん、69シンアトマークユリナさん、68セイゴゼンさん、67ピースさん、66ホホさん、65トモさん、64ゴクアトマークユリナさん、63イヤリさん、62ユイチさん、61カズアトマーカズユリナさん、60アキノカズさん、59イッサさん、58トッチさん、57ノブタンアットマーク仰天応援さん、56位魚アットマーク台湾さん、55シュガーさん、54マーボーさん、53レントンさん、52ピアノマさん、51アリーさん、50 SS さん、49ユリナさん、48トクトクさん、47挨拶始めましたさん、46加藤さん、45ヒカル 400X さん、40クンホンさん、43テンテンワイマツさん、42リッチアトマクユリナさん、41アーさん、42 W 流星さん、39マサトサイスタートさん、38サイバイくんさん、37エイトレンチさん、36ウォーターさん、35カズイキャットマクユリナさん、34シルカットマクユリナさん、33タミスイのミスイさん、32キャットマーク数学って楽しいさん、31ハハさん、30ヒューガトマクマモト細川なんちゃらさん、これマジでもう本当に読めないのごめんなさい、29ヒロピロアットマークユリナさん、28ナオヤさん、27シンドさん、26サーマサさん、25イトシさん、24カズアットマークユリナオシさん、23ハルタロウさん、22カラッチさん、21ヒデユキさん、20シンさん、19七道の走り屋さん、18サングラスのヤジさん、17位が私、16ヤングさん、15位キミナミさん、14位ナッティさん、13位シーちゃん、12位クユーシさん、11位ミゴンさん、10位モトちゃん、9位ニケオさん、8位マニアトマクリナさん、7位ロバさん、6位花坂天使テンステンさん、5位チョコツーさん、4位ザック1973で、3位が岡谷アットマークユリナーさん、2位が君並みアットマークユリナーさん、そして今日の第1位じゃないわ、あーショールームと混ざっとる、1位ナーラブさんでした。というわけで、なんかさっき待って全然違うの読んじゃった、なんかごめんなさい、すいません、あれは何の順位だったんだろう。でもまあ呼ばれた人、2回呼ばれた人はラッキーって思ってくださいだから何だったら1位2位3位呼んであげればよかったな、そのまんまな。なんか3位の人だけさ、せっかく3位なのになんか呼ばれなかったじゃんみたいな感じになるよね絶対。じゃあちょっと待って、あれ私さっきどこ行ったんだろう、あれ私どこで、さっきさ途中でさえってなったからさ、じゃあさっきの3位も読んどくね。さっきの3位がね、天かすさんで、2位がサングラスさんで、3位1位がザック1973でした。でそのさっき読んだやつがさっき言いすぎやな、さっき読んだやつが
あのっていう感じです。なんかもうすいません、なんかごめんなさい、ごめんなさい。あれ、また私のやつどん、あ、ん、あれ、私どっか行った、あ、たたたたたた、よし。というわけでありがとうございました。もう本当にすごい時間をかけてしまって本当にすいませんでした。ごめんなさい。というわけでありがとうございました。なんか最後の最後でなんか本当に申し訳なかったなと思います。すいません。なんか見間違えてしまって。すいませんでした。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。というわけでドボン、なんか最後5回ぐらいだけ合わせてできたんですけど、なんか今回は本当に私のファンの人もたくさん頑張ってくださったんですけども、私のファンの人じゃないあの8メンバーのファンの人とかが結構協力してくださって、なんか大西もなんかちょっと言ってくれたみたいで、その他のファンの方とかがすごい協力してくださって、なんかそれを言ってくれた後かな、なんか結構バーってランキングが上がったんですよ、私の。すごい、もう大西には入れたよって言って連絡しときます。本当にたくさんの私推しじゃない他のメンバーを捨てるファンの皆さんも協力してくれて、私のファンの人も協力してくれて、いや本当にありがとうございます。もう私のあれだったらワンチャン入れてなかったかもしれないぐらいマジで本当僅差だったというか、なんか若干ギリアウトだったんですよ最初。そうで、それでやばいってなったんですけど、やばいってなったんですけど、たくさんみんながしてくださった、うん、ごめんなさい。してくれたおかげで最後結果的に9位で終われたので、16分の9なんで半分より上、あ、半分より上じゃないわ、計算ができない、半分より下、真ん中ぐらいなので本当に嬉しいです。2月ライブなので、なんか私ドボンのライブとか参加したことないので、なんかどんな感じなのかあんまちょっとよくわからないんですけど、なんか曲も決め、自分でやりたい曲も決められるっぽいよってさっきコメントでいただいたので、
とりあえずランキングを読み間違えたのは本当にすいませんでした。あーごめんなさい本当に。まあそんなわけでね、皆さんが本当に1ヶ月かな、ちょっと長いじゃないですかこういうイベント期間だから、すごい長かったんですけど、私ちょっと本当に毎度毎度申し訳ないぐらい毎回毎回あのタイミング悪すぎて、今回も舞台と思いっきりかぶってて全然あれだったんですけど、たくさん皆さんが頑張ってくださって、まあとりあえず皆さんの視力が本当に落ちてしまったんではないでしょうかって思うぐらい。ちょっと携帯見すぎて大丈夫かなって、マジで蒸気でホットアイマスクして寝てくださいこれから毎日。本当に多分コンタクトとかしてる人だと本当に目、私もコンタクトしてるんですけど本当に眼球疲れますね。やっぱり数時間、普段がさ数時間もゲームすることがないじゃないですか、皆さんもだと思うんですけど、まあほとんどの人は。だから本当にね、ずっと携帯見てると本当眼球やばいよね。そう、だからもうこれからはマジでヘッドスパとか行った方がいいと思う。あとはマジ蒸気でアイマスクと、なんだろうとかね、やった方がねいいと思う。あとブルーライトカットのメガネもしとけばよかったなって私もめっちゃ思いました。なんか普通にコンタクトでずっと携帯こうやって見てやってたんですけど、そう、とりあえずなんかみんなにありがとうって言おうと思ったんですけど、なんかちょっとすいません、あこういうところがダメなんだなって自分でも本当によく思って、自分のことが本当に嫌になっちゃうんですけど、まあまた後でショールーム終わったらまた一人で反省しますんで、とりあえず終わりで終了にしたいと思います。
なんで、まあこんなゆりなちゃんでよろしければ今後とも応援してください。私が卒業する日までよろしくお願いします。じゃあこっちのランキングを読んじゃいますね。ショールームの13位、近いしーさん。12位、さんまささん、ドモーライブ出演嬉しい、おめでとうってありがとうございます。12位、ヤングさん、ドモーライブおめでとうってありがとうございます。10位、司令長さん、犬ちゃんとたい焼き食べたいだって。いやマジ今日たい焼き食べたいなって思ってたんですよね。食べてないんですけどね。マジでシンプルに寒すぎてたい焼き食べたかった。9位、シュガーさん、ドモーおめでとう、今日もあって嬉しかったって、ありがとうございます。8位、リーキュンさん、ミステリーキスロスだって。いやもう本当にその通りですよね。なんかもう先陣にも呼び名にも行かないし、もうキャストの皆さんに会わないって、なんかもうすごい不思議な感じ。もうあのセリフたちを言ってないし、ミステリーキスの曲やってないし、不思議な気持ち。7位、晴れ太郎さん、おめでとう、明るく祝書タイム。ああそうね、祝書タイムやります、後で終わったら。8位、マーニャンさん、やったねだって、ありがとうございます。7位、小賀さん。6位、さんまささん、ドボン出演嬉しい、おめでとうと。あれ、あれランキング変わった、もしかして。でも名前呼んだよね。あれ気のせいかな。なんか最近物忘れすごいし、言ってることおかしいから、なんか変わったって。でも呼んでる人一緒だよね。近いしーさんって名前呼んだっけ、私さっき。でもそれ以外はシュガーさん、司令長さん、リーキュンさん、ハルタさん、マーニャンさん、オガさん、ここは一緒ですね。ありがとうございます。じゃあこの上からですね。5位、ヤングさん、ドボンライブおめでとうだって、ありがとうございます。4位、ザック19のシャンさん、本当におめでとう、アイドルになっちゃ楽しみ。いやマジで久しぶりにアイドルやれば、なんかもうアイドルやってなさすぎて、アイドルだったわ自分って思いますね。まあミステリーキスでギリアイドル役だったし、アイドルのライブもやったんでギリアイドルだと思ってますなんか最近演じる方が多すぎて、なんかねえ。3位、しんどさん、ドボンライブしておめでとうってありがとうございます。にんにきやさん、本当におめでとう、楽しみにしてますだって。いや私もなんかどんな感じか全然わかんないんですけど、めっちゃ楽しみにしてます。なんかやりたい曲やれるらしいから、それマジ何しようかなみたいな、超楽しみ。そして今日の第1位はナラブさんです。ありがとうございます。ナラブさん、ありがとう。でですね、あ、ちょっと待って、ミスった。ですね、これタワーがね3つ建ててるので、シントさんとニキヨさんとナーラブさんだね。合ってるよね。しんどさん、タワー、くまさんタワー、ありがとうございます。ステンニキョさん、くまさんタワー、ありがとうございます。そしてナーラブさん、にまんじタワー、ありがとうございます。でも私のね、もうね、ショック、私のねこの画面にもしかしたらどんかぶりしてるのか分かんないんですけど、ニマンジーのタワーが一切見えないめっちゃショックなんだけど、多分立ってるはずなの。なんかみんな立ってるから大丈夫だよって言ってるんだけど、私は見えないから、ちょっと本当ごめんなさい。
はい、というわけでナーラブさん本当にありがとうございました。その他の皆さんも本当にありがとうございました。ほんでもって100位にね入ってないよっていうの皆さんもね本当にありがとうございました。全然100位に入ってなかったとしてもね、やって応援してくださったには応援してくださったには変わりないので、すごく嬉しい人です。あ、嬉しい人ですって意味わかんない。嬉しいです、ありがとうございます。きっと皆さん当分これでもやし生活だと思うんで、一緒に頑張りましょう。でもまあ今日はお祝いでパッと行ってもいいと思います。今日は勝ったじゃない、あ、もうダメだな、なんか何言ってんだろう。なんか今日はランクインできたので、とりあえずおめでとうを込めて、皆さんいい感じでパッとやって、明日から一生活しましょう。本当は8時に終わらないといけなかったんですけど、なんだかんだ25分にもなっちゃった、ごめんなさい。よし、じゃあ最後に縮小して終わるか。よし、じゃあ9位の9ポーズやって、あ、違うな、こうか、こうか、9ってどう、あ、もう分かんないからこっちでいいか。いきます。はい、縮小。イエーイ。こっちだ。はい、縮小。あと何がある？はい、縮小。イエーイ。ドッポンポーズって何？そんなポーズあんの？え、私知らないんだけど。ドボンポーズなんてあるの？私知らないわそれ。ねえ、靴が。ミステリーキスのポーズ。あー、これこうやってね、チェンチェンチェン、私こっち側の人だから。チェン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 、今日ちょメイク薄いからなちょっと映えてないかも顔。ドッポーン。はい、ありがとうございました。可愛く撮れたやつだけ載せてください。可愛く撮れたやつだけ載せてください。ありがとうございます。はい、というわけで今日も見ていただき、あれ、私ランキング読んだっけな。あ、読んだね。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日の配信で、明日午前中にや
かな、多分。はい、明日午前中にやると思いますので。夜じゃないです。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームで会える方は、明日のショールームでお会いしましょう。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。またね、バイバーイ。